おはよう。おはようございます、ガールズグランプリ高木真弓選手です。どうですか、気合入ってますか？そうですね、やることはやってきたと思います。あの前世とか昨日もあったでしょ？ありました。2回あったでしょ今年？ありました。どうです昨日はジャージだったので、うん、ドレスじゃなかったので良かったと思います。ジャージの方が気楽？気楽です。そりゃそうですよ。だけど女の子だからさ、やっぱ着飾ってさ、ドレスとかってたまには着てみたいと思わないの？それはいいんですけど、ヒールで移動するのが大変だったんで。はい、でもせっかくね、これ作ったんでしょ？あれ、あれは買いました。ね、買ったんでしょ？1回しか着てないでしょ？はい。もったいないじゃない。もう着ることはないと思います。来年は違うもん着なきゃいけないしね。着れるように頑張ります。今年だから2回着ればよかったんじゃない？一人で着てたらちょっとやばいです。いや、みんなね、あ、みんなですか？全部ね、みんな着て、やっぱりジャージがいいですね。ジャージがいい。やっぱその辺はね、あのアスリートなのかな。そうですね。でも一般のファンはさ、はい、やっぱそういう姿も見てみたいと思うじゃん。あ、はい、それはそう。私服もジャージなの？ジャージ。普段うちにいる時はずっとジャージ？外でもジャージ。外でもジャージ、はい。ちょっとお出かけとかするときは？ジャージ寄りの私服。ジャージ寄りの私服。こんなもんだな。あ、こんなもんです。まあそれでは、ね、はい、今年こそはという思いあると思うけど。そうですね、はい、頑張って。頑張りたいです。はい、選考表に。最近選考書のあんま見たことないような気がするんだけど。思い切りが足りなくなっちゃったかなと。やっぱなんか守りに入ったかな。それはあると思います、ね。はい、今回その辺を。去年も一昨年もそれで失敗してるので、うん、今年こそは頑張りたいです。はい、では一言。はい、年末の一番なのでしっかり力を出し切れるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、真弓ちゃんでした。